疲れたっていうよりは常にこう楽しさしかなかったですね。ずっと新鮮な気持ちで5回だし余計新鮮な気持ちでやれたんで、ね、うん、ただあの1幕の3連覇に資格なしが終わると、うん、試合してないのに、うん、すごい緊張が一気にバーンってこう溶けたような感じで、そのままこれ膝から落ちましたもん、初日、東京の初日。へえ、もうあんまりにもなんかスッてなって、うん、あ、そうなんだ、結構きつかった。